ウクライナのゼレンスキー大統領が2023年11月28日に、首都キーウの大統領府においてアジア系メディアを対象に会見を実施したね。ここでは、2022年2月24日に始まったロシアによる侵略戦争について国際社会が欧米を中心に停戦を探る動きがあることに対して、ロシア軍が部隊を完全に撤退させない限り、ウクライナが停戦に応じることはないと明言したぜ。さて今回は、ウクライナのゼレンスキー大統領が、ロシア軍が撤退するまで停戦を否定したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。今年11月に中東においてパレスチナの解放を訴えるハマスがガザ地区周辺のイスラエル人を急襲して人質としたことに端を発し、イスラエルによるガザ地区におけるハマス掃討作戦によって民間人に多大な犠牲が出ている問題に国際社会の関心が集まり、ウクライナ侵略戦争への関心が薄れつつあるよ。そのことによってウクライナへの支援が衰退していくことを懸念しているゼレンスキー大統領は、来年2024年2月に東京で開催が予定されているウクライナ経済復興推進会議において何らかの成果が打ち出されることへの期待を、この会見でアジアのメディアに示したんだ。ゼレンスキー大統領はさらに、ロシア軍が撤退せず現状のままで停戦を実施することは戦争を止めることにはならず、戦争を凍結するに過ぎないとして、現在ロシア軍が占領しているウクライナの国土が実効支配されたままでは、停戦期間中に戦力を回復したロシア軍が再び攻勢に出て、ウクライナを完全占領した上で属国化するだけであると主張し、ロシアのプーチン大統領は平和を望んではいないと述べているね。そして、中東のパレスチナ問題に意識が向いている西側諸国などにおいてウクライナ侵略戦争停戦論が広がりつつあることについては、自らの手を切り落として他人に渡すような案ばかりが出されていると批判して、理不尽に占領された領土をロシアに割譲してまでは兵を求めるような考えがないことを改めて断言したよ。さらにロシアのプーチン大統領について、領土獲得に貪欲で、常に腹を空かせていて飢えているかのようだとした上で、彼の目標は、ロシアをかつてのソ連のような兄弟で周囲に大きな影響を与える国家にすることだと、プーチン大統領の思考を分析しているぜ。その一方でこの会見を受けてのものかは不明であるが、ロシアのメジンスキー大統領補佐官が28日、昨年2022年3月に開催された停戦交渉に参加したウクライナ政権与党の幹部であり、ウクライナ側代表団のメジンスキー団長があの時の停戦交渉ではロシアは戦争を終わらせる用意があったと認める発言をしたことについて触れ、ウクライナがその時点で停戦に応じていれば、数十万人の兵士の命が救えただろうと述べたことをタス通信などが伝えているな。このメジンスキー大統領補佐官は昨年3月末に行われた停戦交渉におけるロシア側代表団長で、ウクライナ代表団のアラハミヤ氏がメディアのインタビューにおいて、交渉が開催された後に当時のイギリスのジョンソン首相がキーウを訪問して、ゼレンスキー大統領に停戦交渉に反対であるとする立場を伝え停戦に応じるべきではないと語ったなどと証言したことについても触れており、ウクライナのゼレンスキー政権が支援を受けている外国から支配されていることを自ら認めたものだと指摘していたんだ。この2022年3月末の停戦交渉はトルコの仲介でイスタンブールにおいて開催され、この協議では当初ウクライナ側は自国の安保省と引き換えに NATO からも距離を置いた中立国 A として存続することを提案していて、ウクライナが北大西洋条約機構 NATO に加盟することを阻止することを目的としてウクライナへの侵略を決断したロシアは、良い方向であると評価していたよ。この停戦交渉が開催されていた当時はロシア軍が首都ウクライナ近郊に迫り、もともとウクライナ政権に反対して独立を望んでいた、新ロシア派武装勢力の下にあった東部ドンバス地方ルハンシク州及びドネツク州はもとより、ウクライナ第二の都市ハルキウを州都とするハルキウ州や、南部のザポリージャ州とヘルソン州も大部分を占領している状況で、ウクライナが最も追い詰められていた時期であったんだ。そのためウクライナは不本意ながらも大幅な譲渡を強いられ、次のような提案を行っているな。まず、
ウクライナは西側にも東側にも組することのない非同盟、非核国となり、領土内に外国軍の基地や部隊を置かない。次に、イギリス、中国、アメリカ、トルコ、フランス、カナダ、イタリア、ポーランド、イスラエルなどの国々は、中立国となったウクライナが攻撃を受けた場合には、同国を守ることに合意するとともに厳格で法的拘束力のある保障を実行する。そして、ウクライナは軍事政治同盟には一切加わらず、外国との軍事演習を実施する際には上記の保証国の同意を必要とする。また、ロシアに2014年に奪われ実効支配されているクリミア半島の将来の地位は、15年間協議を実施して決定される。ロシアが支援する親ロシア派武装勢力が支配している東部ドンバス地方の将来は、両国大統領によって協議される。ウクライナは、NATO 加盟は禁止だが、欧州連合 EU 加盟は可能とする、というものだね。これらの提案についてウクライナ代表団アラハミア団長は、クリミア半島や南部と東部のロシア軍に占領されている地域の問題や、新ロシア派勢力問題などの解決を後回しにした上で停戦合意が可能な枠組みだと述べて評価していたよ。しかし、これらの提案内容はウクライナ側が大きく譲歩している内容であり、首都キーウが占領される最悪の事態も想定された当時では、仕方のないものと言えるが、その後ロシア軍が占領地域から大きく後退した現在の戦況からすれば、ウクライナ側はこれほどの譲歩する必要はないと考えるのが普通だろうな。ロシアのクレムリンがこの提案を評価したかどうかは不明ながら、ロシア政府はウクライナにおける特別軍事作戦を縮小させるとして、キーウ近郊に進出していたロシア軍部隊を北に移動させて撤退していることが確認され、それらの部隊が再編成されて東部ドンバス地方に配備されていることが報じられていたよ。ただし、この停戦交渉が続いていた時期にアメリカの政府当局者が、ロシア軍がキーウ近郊から撤退していることはすでに確認されているが、キーウに対する空爆は続けられているとして、ロシア側が軍事行動を縮小するとした表明については、この侵略戦争にとって意味のある状況変化につながると大きく期待できるものではないとしているな。さらにアメリカのブリンケン国務長官は、ロシアには和平協議を進展させようとする真剣な兆候が見られないとして、ロシア軍占領地においてはウクライナ国民への非人道的な残虐行為は続いていると指摘していたぜ。そして、ゼレンスキー大統領に停戦をすべきではないと助言したとされているイギリスのジョンソン首相の言葉として、イギリス政府報道官は、ウクライナ政府は、言葉ではなく行動においてプーチン政権を判断しなくてはならないと述べているよ。西側諸国のメディアでは、ロシアによる軍事行動縮小表明はウクライナから撤退するとの約束となるものであるのか、あるいはキーウ攻略戦とチェルニヒウなどでのウクライナ北部における軍事行動が失敗であったと認めて、東部ドンバス地方に全軍を投入するとしているだけなのか、その真意を図りかねていると伝え、ロシア側が停戦する意思の有無を図りかねていたんだ。このような当時の状況を考えるならば、ロシアのメジンスキー大統領補佐官やウクライナ代表団アラハミア団長などによる、ロシアは停戦に応じる用意があったが、ウクライナ側が拒絶したとの発言は、正しい分析とは言えないとされているされているな。国土を占領されたまま停戦することは、ウクライナにとっては自国内にロシア軍を抱えたままいつまた攻撃されるかわからない不安定な状況が続くことになるぜ。また、ロシアにしてみれば簡単に屈服させることができると見ていたウクライナで、この1年9ヶ月の間に膨大な損害を出した以上、少しの領土も得ず軍を引き上げさせることはできず、この戦争が長引くとの見方が広がっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。